はい、よろしくお願いします。お願いします。トランプって1から13までの数字があってマークが4つあるのはご存知ですよね、はい、ダイヤ、ハート、スペード、クラブと。そしたらこの52枚あるカードの中で1枚好きなカードをおっしゃってもらっていいですか。じゃあダイヤの7。ダイヤ7ですね。 OK です。あ、ここにダイヤの8があって、まあ、当然ダイヤの7というのは1枚どこかにあると。ちなみになんでダイヤの7にしたんですか。ラッキーセブンってことですか。あ、いいですね。ちょっとダイヤの7がここにありましたと。で、他にダイヤの7が2枚あるかというと、ここにハートの7があって、当然2枚はダイヤの7ないですよねと。 OK です。さて、さらにここからお聞きしたいことがあるんですが、1から52枚までの中で好きな数字をおっしゃってもらっていいですか。じゃあ11。なるほど、いい数字ですね。ちなみになんか理由あるんですか。あ、ゾロ目なんで。あ、さすがパチンカスですね。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。このカードが上から11枚目のカードでしたね。このカードがあなたの選んだダイヤのいや違うんですよ。これ違って、お客さん自身にやってもらわないといけなかったですね。なんでこのカード上から11枚ちょっと出してみていいですか。出してもらって。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さてこの11枚目めくってみてください。はい。ありがとうございます。かなえです。今日はカードマジックの中でも最も不思議と呼ばれるジャンルの一つ、エニーカードエニーナンバーの中から1種類を選んで解説していこうと思います。要はお客様の言ったカードが言った枚数目から出現するというマジックですね。今回のマジック難易度的には中級あたりに位置すると思います。なので初心者の方からすると少し難しく感じるような技法も登場してくるとは思いますが、より簡単にできるバージョンも動画内で紹介しているので、そこは安心してくださいね。僕もできる限り分かりやすい解説を心がけていきます。そして友達に見せる前にこの動画をもう一度見返せるよう、忘れないうちに高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。さて準備できたでしょうか。それでは解説スタートです。まず今回のマジックで使用するのは一組のトランプ。特別な仕掛けなどはありませんが、一応僕が使用しているものは概要欄とコメントにリンクがあるので、初心者の方はチェックしてみてください。そして演技が始まったら先にお客様の好きなカードを聞きます。今回は分かりやすくスペードのエースと言われたとして解説を進めていきますね。ここからデックを表返し、スペードのエースが1枚しかないことを確認するという理由でカードを送っていきますが、該当するカードの位置でカルという技法を行い、カードをデックの一番上、トップにコントロールします。今回のマジックで一番難しいのがこの動作ですね。このチャンネルではカルを紹介するのは初めてなので詳しく説明していきますが、すでに知っている方は下の再生バーから次のチャプター、この秒数までスキップしていただいて OK です。まずカルという技法の全体像をお伝えすると、コントロールしたいカードを一度横にはけておき、この状態でカードを送り、最終的にカードを重ねることによって移動を完了させるという技法になっています。この時に重要になってくるのは横にはけるカードの1枚上のカード。ここで一度分けたらコントロールしたいカードを少し突き出た状態にしてから2枚のカードが重なるように近づけていき、左手の親指でこの1枚上のカードごと押さえてあげます。このような状態にすることができれば相手に言われたカードはどこから見えることもなく、どこの指にも触れていない状態になっているので、ここで右手の指を使って横にはけてあげましょう。ここまでの内容をスムーズに行うとこんな感じになります。あとはこの隙間にカードを送っていき、最終的に重ねることによってカードを見せる動きの中でコントロールを完了させることができます。下のアングルから見るとこのような状態になっています。選ばれたカードを一度横にはけておき、できた隙間に他のカードを送り込んでいきます。最終的にこのまま重ねることによって選ばれたカードを一番上にコントロールしていました。上から見てもしっかり他のカードがカバーになってくれるので、技法を使用していることに気づかれにくいという仕組みになっていました。話術の部分にも触れておくと、ここにスペードのエースがありましたね。そしてもちろん同じカードが2枚あったりはしませんよね。このような流れで行うと、とても自然な動きに見せることができるはずです。そしてかなり確率は低いですが、カルが極端に行いづらい位置、具体的には上から2枚目や3枚目にカードがあった場合は、この時点で何枚目にあるかを確認しておき、2枚同じカードがないかを普通に確認してもらいます。ここからオーバーハンドシャッフルでそのカードが出るまでカードを後ろに回してから、コントロールしたいカードだけを取り、その後普通にオーバーハンドシャッフルを行えば、
自然な流れでトップにコントロールすることができると思います。またカルがどうしても難しく感じる初心者の方に向けてより簡単に行う方法を補足しておくと、今度はコントロールするカードの1枚下のカードを軽く手前に突き出しておきます。話術の部分は変更する必要はなくて、裏向きに戻してからカードを揃える際に突き出ているカードの下に小指のお肉を挟んで隙間を作っておきます。ブレイクですね。この隙間の下のカードがトップに持っていきたいカードなので、ブレイクから上のカードを机にポンポンと置いてあげて、その上に重ねれば自然な形でトップに持ってくることができるはずです。カルでのコントロールがカードを揃えた状態で完了しているのに対して追加で行う動作が増えるというデメリットはありますが、難易度的には簡単になるので参考にしてみてください。さて、お客様に言っていただいたカードをコントロールすることができたら、ここで好きな枚数を言ってもらいます。ここまで解説するのに少し時間がかかってしまいましたが、あとはもう簡単な動きなので安心してくださいね。トランプはジョーカー含めて54枚なので、だいたいその中から好きな数を言ってもらいます。今回は10が選ばれたとしましょう。上から10枚のカードを取っていきますが、当然選ばれたカードは1枚目として置かれるわけなので成功するわけがありません。当然10枚目も全く関係のないランダムなカードが出現します。この時点で失敗したような雰囲気になるので、その中でさりげなく配っていたカードをデッキに戻します。この時の戻すカードの一番下が最初にコントロールしたカードですね。そう、この状態でカードを重ねて上から同じ枚数を配り直せば、今度こそ選ばれたカードが出現するという仕組みになっていたわけです。演出としては実演で行った通り、お客様自身に配ってもらわないとダメでしたと伝えれば OK です。この時の注意点として、先に演者がカードを出す時に1、2、3とこのように取ってしまうと、戻した時に上に戻ってくるだけなのでうまくいきません。必ず順番が逆になるように1枚ずつ置いていくようにしてください。それでは軽く復習していきましょう。好きなカードを選んでもらったら、そのカードをカルを用いてトップコントロール、そして好きな枚数を言ってもらい、その枚数を配りますが、当然ここでは出現しません。ここで失敗しているように見せている隙にカードをデッキに戻し、ここから同じ枚数をお客様に配ってもらえば、無事に選ばれたカードが出現するはずです。相手が自由に選んだカードが自由に選んだ枚数目から出現するというめちゃめちゃ不思議な現象を起こせるので、ぜひ練習してチャレンジしてみてくださいね。今回は動画のコメントでエニーカードエニーナンバーを解説してほしいというリクエストがあったので、一つお気に入りのものを紹介させていただきました。全てを採用できるわけではないですが、こんなマジック動画にしてほしいなどのリクエストは遠慮なく書いていってくださいね。そして、すでにあるコメントの中で見たい内容があれば、そのコメントにグッドボタンを押していただけるとニーズがわかりやすいので、ぜひご協力いただければと思います。最近ありがたいことにたくさんのコメントが届くようになって、すべてに返信ができていないような状態なんですが、最新動画のコメントくらいは頑張って返すようにと決めているので、できていなかったら叱ってあげてください。頑張ります。今後もこのチャンネルでは、あなたがやってみたいと思うマジックを僕のできる限りの力でわかりやすく解説していくので、今後発信される有益な情報を見逃さないよう、まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。